ユソン・ホは、キューブ・エンターテインメント所属の大韓民国の俳優、歌手。キューブ・エンターテインメントの練習生であった2017年に、ネットのオーディション番組、プロデュース101のシーズン2に出演したが、最終順位17位となり、ワナーンとしてデビューすることはできなかった。しかし、同年9月、 A ・ピンクのキム・ナムジュやプロデュース101時代の共演者であったアン・ヒョンソプと共にウェブドラマ悪童探偵 S に出演、俳優としてデビューした。同年、ビートビーのチョン・イルフンと共に、ビューティオロジーが YouTube で配信するリアリティ番組ザクッションへ出演した。2017年10月下旬、2日間にわたり、 ソウルオリンピック公園内のアートホールでファンミーティングを開催したところ他国からもファンミーティング開催の依頼が相次いだことを所属事務所が明かした。これに応える形で同年12月からアジア各国でのファンミーティングツアーを開始した。2018年 SBS のテレビドラマボックスが帰ってきたで初の地上派での俳優デビューを果たした。2 1 6年 部活のバンド、グリーンナレのピアノ担当として、軽機動指教師の青少年芸術祭に出たが、そこでキャスティングされキューブエンターテインメントに入賞した。いずれもデジタルシングル、またはデジタルアルバム、ミニアルバム、ありがとうございます。